流星は、高安六郎と開明、改名、1934年1月3日から2018年9月30日、が沖縄で1972年に創始した、新宗教である。教祖の高安は、沖縄芝居の役者として活動する傍ら、1977年に、ラジオ放送の FM 沖縄で毎日説法を、行った。なお、父、高都と、弟、 カツオも沖縄芝居の世界で活躍した。イジュ順は1980年に宗教法人法に基づく宗教法人として登録され新修練に加盟した。イジュ順はオノロやユタに代表されるような沖縄的シャーマニズムやアニミズムの性格を持った宗教運動である。イジュ順は東洋思想でいう機に相当する宇宙の神秘的な生命の力を うちのあからと呼び、人々にこの力を自覚することを説く。異順は、金万門という神格への信仰を重視することが特徴の一つである。金万門は20世紀中頃の沖縄ではほとんど知られていなかった神格であるが、大中の琉球神闘期にその名を確認することができる。異順のミソロジーにおいて、金万門神は、薩摩による琉球神仰以後、 姿を隠していたが、1973年に360年ぶりに、教祖の前に現れた、とされる。台湾昇華市陳島偶意順はまた、石、イサム島に関連する信仰もある、程度受容している。ただし、石、イサム島そのものは、中国大陸由来のものとし、金万門神に帰附する、龍宮熟成根本合法神という辻や門を守る、神な宿る、 石の設置を許容する。教祖の高安によると、竜宮熟成根本語法神は、沖縄人独自の根源世界である二来家内から出現した神であり、沖縄人は同じ石、伊サム島を設置するのであれば、竜宮熟成根本語法神の方こそ祀るべきであるという。異順の信者の大部分は沖縄にいる。一方で、異順は1980年代から海外でも不況を、 進めて、信者を獲得し、横浜や台湾、ハワイなどを海外に、姉妹宮と呼ぶ文社がある。ハワイの異順信者は、主に、沖縄県出身の意味に一世か二世で構成され、その祭祀においては、ハワイ神話のペレ女神が、金万門の化身であると説かれることもある。台湾昇華市に所在する道館、沈騰宮には、敷地内に、道教系の神仙や、石頭港と呼ばれる。 自然石の他に、金万門神も祀られており、異順の社でもある。ありがとうございます。